저기 아니야. 내가 죽어도 조직은 영원해. 누가 봐라. 安心しろ。俺は奴らとは関係ないんだ。こっから逃げるんだ。その子を渡せ。大島、アイナ절대못줘。やめろ。이건나죽게내버렸죠。何の罪もねえ子死なせちゃいけねえだろ。からもう20年以上経つのか。反정이아니야。내가죽어도조직은영원해。죽어봐라。騒ぎやがって。そんなことで俺たちがビビるとでも思ってんのか。待て。てめえらだ。この辺りの店荒らし回ってる中国系のチンピラっての。知ってるのなら話が早い。店の金全部出せ。てめえらに渡す金なんかね、力ずくで奪うんなら俺を倒してからにしな。度胸ある日本人ね。てめえらよそもんにこの町を好き勝手させるわけにはいかねえんだよ。さすが店長、すごいっすね。物騒になってきやがった。また1年前のようなとんでもない事件が起きるんすかね。そうなってもらいたくねえんだが、桐生さんがいてくれりゃ。おやさん、スターダストの前で揉め事があったそうです。相手は関西もんか。いや、たちの悪い外国人だそうです。そうか。若いもんに様子見させますか。放っておけ。しかし近頃わけのわからん連中が。放っておけと言ってんだろ。はい。何が発端で戦争の火種になるかわからねえんだ。関西は本気で関東進出を。
近江四天王の一人だった寺田がこっちのトップになったんだ。向こうからすれば面白くはねえ。下手すりゃ東と西の全面戦争になるかもしれんが、今はその時期じゃねえ。若いやつにきつく言っておけ。勝手に跳ねるんじゃねえとな。はい。こっちから仕掛けるか、待ち受けるか。桐生、お前ならどうする？あれから二十数年、俺たちはこの時を待ってた。わしにはあんたらの過去などどうでもいい。早いとこ派手にドカンと花火打ち上げてくださいや。そう焦るな。これは闇に葬られた仲間の恨みなんだ。俺たちは待っていたんだ。復讐の時をただひたすら待っていたんだ。その辺のこと知ったこっちゃないわ。余計なおしゃべりしとって盗み聞きされたりしてはりませんでしょうな。問題ない。私はこの道のプロだ。盗聴することはあってもされることはない。まあいい、これだけは言うとくが、わしとあんたらは仲間やない。カムロ町を火の海にする目的が一緒なだけや。ことが終わったら赤の他人、分かっとるな。まあ期待していてくれ。火の海にするだけじゃ物足りない。それだけじゃ無駄死にしていった連中が浮かばれやしない。でもいいからもう一回カズマに会いたかった。その夢が叶ったの。こんな奴に好きにさせてたまるかよ。最後のけじめくらい俺につけさせる。やめろ、やめるんだ錦。夢か。どうしたの、怖い顔して。なんだ、はるかか。どこ行ってたんだ。どうしたその花束。お墓参りに行くって言ってたでしょ。ああそうだったな。おじさん、お腹すいた？すぐに朝ごはん作るね。ああ俺も手伝うよ。いいって、私一人でできるから。この一年で上達したんだからね。そうだったな。
年前、俺は大切な人間を失った。今思えば11年前のあの時から俺たちの運命が決まっていたのかもしれない。俺がまだ東城会の二次団体堂島組にいた頃、俺には家族と言える仲間が3人いた。一人は同じ孤児院で育った親友、錦山明。もう一人は孤児だった俺を育ててくれたおやっさん、風間慎太郎。失礼します。ああ。そしてもう一人は子供の頃から愛し続けた女、由美だった。両親がいなかった俺にとって、その3人はこの世で唯一の家族といえる存在だった。だが、やっちまった。東照会の大幹部を。俺の目の前には屍になった堂島組長の姿があった。原因は堂島組長が由美に手を出したことだった。おい、しっかりしろ。錦、由美を連れて逃げろ。お前は行け。錦、由美を頼む。キリュウは行け。かけがえのない二人を守るため、動くな。俺は覚悟を決めた。食事始め。刑期は10年。服役した俺には組織からの波紋状と由美が失踪したという知らせが届けられた。由美を頼むぞ。錦にもそう伝え。親殺しの汚名。囚人番号12。組織から見放された俺は自分を見失いそうになった。だがそんな俺を忘れないでいてくれる人間がいた。おやっさん、風間のおやっさんだった。出所した俺は風間のおやっさんに会うため、そして何よりも服役中の10年間に起こったことを確かめるため、カムロ町へと戻ってきた。そんな俺を待ち受けていたのは、直系組長の皆さんがいるこの場で3代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？豹変したかつての親友と消えた100億を狙う屈強な男たちだった。おやっさん、突如東城会に起こった跡目争い、次第に俺は事件に巻き込まれていく。俺は風間のおやっさんの言葉を信じ、事件と関係するという行方不明の由美を探す。だが、そこで出会ったのは一人の少女だった。少女の名は遥。まだ9歳の女の子だった。遥は母親を探すためたった一人で町へとやってきていた。単なる偶然の出会いだが、そんな少女と俺には一つの共通点があった。お前どうするんだこれから？
私にはお母さんと弓お姉ちゃんだけだから。弓、母親を探す少女は俺が探す弓を知っていた。俺は遥との運命を感じつつ、彼女と共に事件を追いかけることとなった。お母さんからってこれをくれたの。だがわしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。突如遥は100億の鍵を握る少女として組織から追われることとなってしまう。狙われ続ける毎日、俺は遥を守りながら弓と100億の行方を追った。そろそろ来ると思ってたよ。そんな時、俺たちの前に一人の刑事が姿を現す。伊達誠、元捜査一課刑事。11年前、俺を取り調べたことがきっかけで人生を曲げた刑事は、失ったキャリアを取り戻すため捜査の協力を要請してきた。義龍、俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手貸せ。事件を追う元極道と現職の刑事。はるか、くそ。不思議な縁で組むことになった俺たちの間には、次第に友情が生まれ始める。しかし、桐生一馬、誘拐の現行犯として逮捕する。捜査一課課長須藤にマークされた俺たちは行き場を失ってしまう。伊達さん、ああ、遅くなって悪かったな。あんた、こんなことしたら。逃げるぞ、桐生。警察との板挟みになった伊達さんは、俺たちのために警察を捨てた。事件の謎に迫る俺たちの目の前には、さまざまな人間が立ちはだかった。100億と跡目を狙う東条会の大幹部、島野太。やっと会えたな、桐生。そしてその島野組の若頭を務める男、真島五郎。よう、桐生ちゃん、探したで。歴戦の修羅場をくぐり抜けた者たちとの戦いは壮絶を極めようとしていた。そして10年前死んだ堂島宗平の妻弥生。堂島をやったのはお前なのかい。彼女の一言は俺に重くのしかかった。だがそんな俺にも利害を超えた協力者が現れた。ホストクラブスターダストのオーナー和樹、そしてホストの優也、近江連合の寺田。風間のおやっさんに導かれた出会いは俺に勇気を与えてくれた。そして彼との出会いが俺と遥を事件の真相へと近づけさせた。桐生一馬、出所早々派手にやってるみてえだな。通称才の花屋、カムロ町の地下に根付く伝説の情報屋。出るぞ、キリュウ。セレナの映像だ。花屋の情報を得た俺たちは、事件を陰で操る男の存在を知ることとなる。花屋によると、こいつは政府の地下組織のものじゃないかってことでな。その線で調べてたら出てきたんだ。内閣府の地下組織、 MIA ってのがな。東条会から消えた100億、それは一人の政治家が関係していた。神宮恭平。消えた100億はこの男が東条会に預けた資金だった。
金を生み出すために東条会を利用し続けていた神宮。100億強奪はそんな神宮から東条会を守ろうとした人間たちによるものだった。その犯人は一馬。金を盗んだのは弓と俺と世良なんだ。ついにたどり着いた事件の真相だが、ハルカ、おやっさん。島野から命がけでハルカを守った風間のおやっさんは、風間さん、おやっさん、事件のすべてを俺に告げると、遺言状だ、許してくれ風間。お前の親を殺したのは俺なんだ。いいんだ、いいんだ、おやさん。俺にとっちゃおやさんが本当の本当の親父でした。隠し続けていた俺の秘密の過去を明かし、この世を去っていった。全ての真相を知った俺は、ハルカと共に100億が眠る地、ミレニアムタワーへと向かった。そこにはユミが待っていた。そしてハルカが探していた母親は、よかったなハルカ、ユミだった。帰りなさい、親子としての再会。だがそのつかの間の幸せは長くは続かなかった。なんだ、やってきたのは100億を取り戻しに来た神宮恭平だった。神宮は東条会に見切りをつけ、関西の組織近江連合と手を組むことで日本の裏社会と表社会を牛耳る計画を立てていた。神宮は風間のおやっさんの協力者だった近江連合本部長寺田を罠にはめ、どういうこと、俺たちの前へ立ちはだかった。そうだよ。だが、何、ユミ、もうこれであなたは私を撃てない。これが爆発すれば店の中にある100億も一緒に消えてなくなる。ユミの命がけの勇気とおやっさんから受け継いだ意志を胸に、俺は東条会四代目桐生一馬だ。俺たちは神宮を打ち破ることができた。しかし全てが終わったと思われた時、そこに現れたのは、終わったか、これでようやく落ち着けるな錦。10年という時を経て変わってしまった俺たちは、戦い合うしかなかった。そして、その親友は最後に俺とハルカを救ってくれた。失った俺は生きる希望をなくしていた。
ふざけるな。お前の戦いはまだ終わってねえはずだ。かけがえのねえものを守り続けろ。逃げるんじゃねえ。そんな俺を救い出してくれたのは伊達さんと遥だった。俺は東条会の跡目を同じ風間のおやっさんの意志を継ぐ男寺田へと託し、東条会と別れを告げた。そして遥と生きていくことを決めた。ここからはわし一人で。しかし関西の連中に待ち伏せされていたら。ここは人の魂が安らかに眠っとるところや。そこを血で染めるような下品な真似はせんやろ。しかし柏木の頭から保護に抜かりはないようにと言われておりますので。一人で差しで話をしたいもんがおるんや。お前らいつでも道具は抜けるようにしとけ。はい。お母さん、はるか買い物に行ったりご飯作ったり、キリュウのおじさんと楽しくやってるから安心してね。おやっさん、どうして自分だけが残っちまったんでしょうか。しかし仇となった今は遥を立派に育て上げるつもりです。四代目寺田、お久しぶりです。一人で来るとは不用心だな。若いもんは向こうで待たせてあります。どうしても四代目にだけはお話ししておきたいことがありまして。四代目はよしてくれ。俺はもう仇だ。で、何の話だ。実は近江連合の郷田会長と杯を交わそうと思っております。杯？近江連合との全面戦争を避けるにはもはやそれしか方法が。そこまで東条会は追い詰められているのか。1年前のあの事件で東条会の内部はガタガタです。戦争となればまた多くの血が流れ、東条会は近江連合に乗っ取られてしまいます。それだけは何とか避けたいと。お前と郷田会長では格が違う。向こうがその話を飲むとは思えんがな。十二分に承知しておりますが、しかし寺田、東条会の五代目はお前だ。仇の俺が口を挟むことじゃねえ。先代なら東条会のこの危機をどう乗り越えるか、ご意見をお聞かせください。先代。何の真似だ。寺田藩の首いただきに来たんや。関西の送り込んできた鉄砲玉か。東条会のボディーガードは脇が甘いですな。うちの組員たちの。あとは穴掘って埋めるだけですわ。なんやと。ここは墓地や。運ぶ手間省けてええんとちゃいますか。遥と逃げてくれ。しかしその体に東条会の未来がかかってんだ。俺が相手になって
お前らに極道の礼儀ってもんを教えてやるぜ。大丈夫か？かすり傷ですわ。これを持って近江連合の合田会長のもとへ。お前、わしと桐生さんとでは器が違う。登場会の明日を思えばこれでええんです。これを頼みました。寺田、寺田、寺田、寺田さん、しっかりしろ。寺田、寺田さん、残念ですが、病院についてみないと分かりませんが、おそらく出血多量が原因かと。私しばらくひまわりに行ってる。大切なお仕事があるんでしょ。お仕事が終わったら迎えに来てね。私、東条会五代目寺田幸雄は近江連合五代目合田会長と兄弟の契りを交わし、これをもって長きにわたる抗争の終結を強く望むものであります。まさかこの訴状を関西に持っていくつもりですか？大公、落ち着け。親の玉を取った相手のところに出かけて行って杯交わしてくださいなんて、笑い話にもなりませんでしょうが。じゃあお前は五代目の仇を討つというのか？やられたらやり返す。
それが極道です。兄弟、あんたが勝手に動いてとばっちり食うのはごめんだ。ケツまくるってのか。戦争すんにも金が必要なんだよ。金金金って、おめえには極道のメンツがねえのか。お黙り。関西へ行くつもりだね。五代目との約束です、姉さん。この一件、自分に任せてもらえませんか。桐生、あんたも全面戦争は避けるべきだと考えてるんだね。はい。向こうが話を飲むとは思えんが。それも承知の上です。ですが、これは寺田の遺言なんです。下手したら殺されるよ。覚悟はできています。まさか郷田会長と差し違えるつもりじゃないだろうね。相手の出方次第では。あんた、まだ11年前の堂島殺しのことにこだわってるのかい。あれは錦山がやったことだろう。あんたの責任じゃない。錦とはガキの頃から一緒でした。血のつながった兄弟よりも絆は強い。錦の残した借りは自分のものです。止めても無駄だね。すみません。わかった。この件はあんたに預けよう。いや、しかし姉さん、本当ですか。でもそれじゃ近江が考え直すことはできないんですか。桐生は東条会のために命かけるって言ってんだ。文句あるやつは今前に出な。杯の話が決裂したら後戻りはできない。東と西の全面戦争だよ。お前もこれでいいね。はい。ですが、一つだけ頼みがあります。行ってごらん。関西に行く前にどうしても会いたい人間がいます。誰だい。堂島大吾です。堂島組長とあなたの息子さんです。どうしてだ。寺田が死に、東条会は柱を失った。今の東条会を立て直せるのは奴を置いて他にはいません。あいつは暴力や権力に絶対に屈しない男です。今の東条会にはそうした男が必要です。遺言代わりってことかい。そう取ってもらって構いません。あんた、ですから関西に行く前にどうしても大吾に会っておきたいんです。よした方がいい。なぜですか。大吾はもう昔のあの子じゃない。何があったんですか。大吾が刑務所に入っていたことは知ってるね。はい、5年前と聞きました。あんたが無所にいた頃の話さ。あいつは父親の堂島をあんたに殺されたと思って荒れていた。それでバカやらかしてね。バカ。関西に手を出したんだよ。それで捕まっちまったんだ。服役して今は出所して神室町に帰ってきてるが、毎日浴びるように酒飲んじゃバカみたいに遊んで暮らしているよ。あいつは力の入らない人形みたいになっちまったんだ。ま、
会ってみればわかるさ。おい。
何？ああ！久しぶりだな。話がある。おう、兄貴に気安く話しかけんな。兄貴、失礼だろうが。あっちへ行ってな。俺はこいつに話があるんだ。兄貴に向かってこいつだと。お前らに用はねえんだ。少しの間席を外してくれ。ふざけるな。席外すのはおめえの方だろうが。ここじゃ店に迷惑がかかる。表に出ろ。お前らみたいな奴がまだこの町にいたとはな。何が言いて。身の程知らずってことだ。言うじゃねえか。でもその口すぐに聞けなくしてやるぜ。やれ。
退屈させんなよ。お前らに恨みはねえんだ。これ以上怪我させたくねえ。うるせえ。そんなもんちらつかせたら遊びじゃ済まねえぞ。やめろ。お兄貴、お前らがかなう相手じゃねえ。しかしこいつは。店に戻ってろ。言う通りにしろ。はい。しつけがなってねえな。やつら射程じゃねえ。兄貴兄貴と言って勝手についてくる連中だ。相変わらず若いやつからの人望はあるんだな。もう他人とつるむのはごめんだ。登場会に戻ってくれ。お前が必要だ。俺にとっちゃ必要のねえ場所だ。ほっといてくれ。話は姉さんから聞いた。そうか、ならなおさらだ。ほっといてくれ。そうはいかない。今は組の存亡がかかってる。登場会がどうなろうと俺には関係ねえ。お前は登場会に恩があるはずだ。今のお前があるのは組と堂島組長がいたからだろう。あんたにそんなこと言われる義理はねえ。俺はな、キリュウさん、あんただけは信用していたんだ。憧れの存在なんだけど今は違う。親父が殺されてから徐々に組はおかしくなった。今はもう体張るだけの価値はあの組に残っちゃいない。よく分かってるじゃねえか。ああ、お前の言う通り、今の登場会にそんな価値はない。幹部連中も金勘定ばかりして、昔の意向はなくなった。でもな、俺はまだ信じてんだよ。何を。風間のおやっさんや島田、そしてお前のおやっさんがいた頃の強い登場会を、もう一度あの頃の登場会に戻るにはお前が必要なんだ。勝手なこと言いやがった。1年前組をめちゃくちゃにしたのはあんただろうが。そうだ。だから俺はその責任を取りに来た。何しよう。どうだ、少しは目が覚めたか。変わんねえな。昔っから力ずくでことを動かそうとする。そうした生き方しかできなかったからな。俺も同じだ。力で来るものには力で向かっていくだけだ。Ah!
登場界の運命は全てこいつにかかってる。俺は明日関西へ行く。無傷じゃ帰ってこれないかもしれない。だからお前に留守を任せたいんだ。ふざけんな、自分だけカッコつけてんじゃねえぞ。登場会を頼む。ダメだ、俺も行く。何？俺はな、関西に借りがあるんだよ。借り？5年前罠にはめられたんだ。それ以来俺の人生は曲がっちまった。とにかくその借りを返すまでは俺は極道に戻れねえ。大吾、何を言おうが無駄だ。たとえあんたが行かなくても俺は行くぞ。お前、明日駅のホームで待ってる。じゃあな。